石屋さん、石の親戚。何も思い浮かばんかった。ひらがなで親戚って書いてあったから、漢字にしたら石は石なのかななんて、それぐらいしか思い浮かばんかった。試乗車借りていくかみたいなね急に動画の趣旨変わるっていう。ドライブ動画、ドライブ動画な。やっぱどうしてもね、車の方が行動範囲は広がるからね、仕方ないもんね。お金余ってたらねお金かけてでも車で出かけるわな。とりあえず今回の目的地はここですけども、もう少し先行くと、なんかなんだっけ、回転寿司と、あとファッションセンター島村とかがまだあるみたいだけど、でそっから先はもう山道、鬼怒川へ行く道で、あれ？ここまだカインズか。もうちょっと先にベイシアがあるはず。電車で日帰りで来れる距離のとこだったら俺バイクでも来たいなって思うけどな。残念ながら今はバイクも持ってない そしてもう来月から無職なんでね早職探しやってのとこなんだけど、あれ？ちょっと待った、おかしいな
なんか間違ってるかな。ベイシアのでっかい看板が見えてさ、ベイシアが見つかんないとさ、不安になるよ。向こうにも看板あったわ。このガソリンスタンドを挟んで、この車屋さんも挟んで、いや全部ひっくるめてのスーパーモール。さすがスーパーモール。でどこ、なんかすげえモニターついてるし、いやー、やっと見えた。まあイオンからベイシアまでの道はね、ただただ普通の直線でしたね。なので帰りは、まあ、ベイシアからイオンまでは取らずに、イオンから大谷向かいまで撮っていこうかなと思います。ここから入れるんだな。ここに洋服屋あるのにさ、その先にも島村がある、まああるんだろうね。縦横無尽に歩いてる。ああ、歩かない方がいいな。空いてるからって縦横無尽よ。というわけでベイシアまで来てみました。いやー、何の変哲もなかったと言ったら元も子もないけど、はい、まあ何か参考になればいいなと思ってます。というわけでここまでありがとうございました。